消防寺は京都府八幡市にある浄土宗の寺院。三号は徳迎山。本尊は阿弥陀三尊。消防寺庭園と本堂修復前の八角堂瓦が崩落するなど損傷が激しい。二千十九年四月に公開された修復後の八角堂この寺は源頼朝の御家人で岩清水、八幡宮の社鮭清水氏の祖となった高田忠国が会期となり、 研究2年創建した寺と伝えられる。以後この寺は清水市の母大書となった。天文15年には五奈良天皇の祈願書となっている。また、徳川家康の側室岡目の方は清水市の出身であることから江戸幕府から主院状を得た。現在の仮んは岡目の方の寄進により寛永6年頃に建立された。八渡市八渡大芝にある珍しい炭切八角形の 八角堂は現在昭和寺の境外仏堂となっているが、そもそもは憲法年間に岩清水、八幡宮の社家、前方寺佐清が岩清水、八幡宮の境内に阿弥陀如来を本尊とする阿弥陀堂として建立したものである。後に大破し、慶長十二年に豊臣秀頼によって再建された。しかし再び老朽化し、元禄十一年に、 前方寺王清によって再建された。教法年間には、正方形の阿弥陀堂の四隅を切って、八角堂に改修された。明治維新の神仏分離に伴い撤去されることが決まると、1870年に、消防寺住職、清水窓川がもらい受け、所有地であった西車塚古墳の公園部上に移築された。2012年、岩清水、 ヤワタの境内が国指定史跡になると、この地も、境内の一部として指定された。現在は、ヤワタ氏の所有となっている。出典、2000年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館による。重要文化財のうち、岩清水万ダラズ、阿弥陀如来座像、元三大四座像の三件は、八角堂急増。ありがとうございます。